東京証券取引所では新年最初の取引となる大発会が行われました。よー、今日の日経平均株価は去年最後の取引だった12月30日に比べて183円56銭高の9043円12銭でおよそ2ヶ月ぶりとなる9000円台を回復して取引を終えました。一方、威勢のいい掛け声で始まった築地の生マグロの初競りには去年よりも多い728本が並びました。例年高値がつく青森県大間産の本マグロは3本しかなかったものの、結局1キロ当たり7万5000円の1本960万円で競り落とされ8年ぶりの高値がつきました。